おはようございます。なんか曲がってるよね。おはようございます。おはようございます。えっ、ー、と今日は8月21日土曜日ですね。おはようございます。なんかあのすごどうでもいいんだけどあのー。 アマゾンとかああいう、まあ、いろんな SNS とかでなんか私が何なんかを見た傾向によってこういろんなもの進めてくるじゃないですかでそれは分かるんだけどなんかすごい昨日ここまでかと思ったのが昨日っていうかさっき,さっきえっ、ー、と見ようとは思わなかったんだけどちょっと触っちゃって YouTube の,あの画面があのホーム画面っていうかこう。 おすすめがいっぱい出てくるところが出てきたら、なんか。えっと、北軽井沢行ってた時に。あの普通にね、あのリアルな出会った人との会話で。あの冗談半分で、なんか最近移住してくる人が多いから。あの冗談半分でね、あのなんか。東京の感覚で言うと、壺が。壺一万円とか、五千円とか、三千円とか。 そういう、まあ、3,000円とかだとさ,さすがにちょっと不便すぎるらしいけどそういうなんか、あのー、すごい安いらしくって、あのー、あちらの土地はそれでなんか買いませんかみたいな冗談ですよって全然買えないし、あのー、そういう会話が何回か、あのー、いろんなとこでしたんですよねたまたま。 それ,それだけなんですよで私別に買う気もないから何にも検索もしてないしあの全然なんだけどなんかその YouTube 画面にあの軽井沢の物件買ってはいけない物件とかなんか買うなら何とかとかその注意点とかそういう動画が何か何個も出ててどっからバレたんだろうみたいな,な私が自分のあの このインスタライブを上げた時にその中で「軽井沢」っていう言ったぐらいな気がするんだけどまあまあいいけどどこまでなんか結構怖いなとか思っちゃいますよねいきなり進めてきたのでびっくりしましたけどまあそれはそれとしてえそうですねじゃあまず「瞑想するピアニー」の言ってみたいと思いますがえっと なんかやっぱりあの長老ピアノをちょっと弾いたらやっぱりそっからあハッシュタグ「ハッシュタグ」でも「ハッシュタグやってないんですよね私」で発してきたただ「軽井沢にて」ってタイトルに書いたでも物件「物件探してます」とか全く書いてないもちろん探してないんですけど。 でもなんかすごいピンポイントですよねなんかその皆さんとの会話がそのままこう続いてるような感じでしたね面白いですねなんかなんかい結構ちょっと怖いなとか思っちゃいますよねあの普通の会話が誰かにとられてたら怖いですよそれはまさかないですけどなんかちょっとねそういう。 そういうなんか未来を思ってしまった一瞬 <laughs> っていう感じで本当面白かったそして、えー、となんかや長老ピアノがやっぱり長老でいろいろんか教えてくるんですよ。それでそっからなんか得たことを得たことっていうかちょっとピアニーのでやってみたいなみたいな感じなんですけど。 えーと何を教えられたかというとえっ、ー、となんかあのー、なんなんとなんかね多分なんかちょっと思ったのはなんか「は新旧」とかそういうのに近いそういう方わかん全く私は知らなできないからわかんないけど。 そういあのなんていうのあの触信とかなんかなんてこうあのツボを探すみたいな本当にあの同じどの同じ例えば同じ音の同じ場所でもあのそれ多分場所じゃないんですよねそのこう場所じゃないっていうのはその物理次元の場所じゃないと言いますか。 なんだけどな,なんかそのそういうなんかポイントをなんかこう例えばなんかちょっとちょっと感電するみたいな感じとかなんか本当にこう指先の感覚でなんかそういうこうだから概念をは捨ててっていうか感じ あの <laughs> またあの,あの感じとしか言えないんですけどその感じをだから響くポイントというかああそうなんだってちょっと思ったんですよねだからってあの言えないんですけどでそれをちょっとピアニーノでもピアニーノが、えー、のツボ。 簡単に言っつぼら知,ら知らないのに言ってるんですけど人間の,あの私の,あの友達の鍼灸の方があのなんか本当のここっていう場所に行くと針が自分でギュッてやんなくても人の体が針を吸い込むみたいになるって言っていてそんな感じの場所がやっぱりあるんですよねピアノにもね。だかからなんそそれそれが あの長老ピアノだとなんかすごい差が激しいっていうかそこの壺にはまった時にあの全くこっちのこう力がいらなくて綺麗に響くっていう時と強引にやった時の差がこっちに来るダメージも違うしその。 多分この,この世の中に響いていく時にもこう抵抗がないから響くのかなんか分かんないんですけどそこがやっぱりなんかさすが長老みたいな感じでなんか甘くないんですけどなんかねちょっといろいろ教えてもらったのでそういうことを踏まえてやってみようと思いますできませんけどっていう感じですね。えー、8月日日の土曜日 じゃあ本日の瞑想するピアニーヌ行ってみたいと思いますありがとうございます ありがとうございましたなんか、うん、まあこんな感じなんですけど今はちょっとその長老ピアノのからの推しじゃないけどちょっとそっちのメロディーがどうとか音質音質だけちょっと実験してみたんですけどそうですねでも本当にえっ、ー、と 無,無,抵無抵抗な方がだからやっぱり抵抗があったらもうちょっとちょっとそこのそこの道は違ってるってことですよね多分ねなんか確かにそうですよねなんかね日常でもねなんかやたらやたらなんかつまずくなみたいなやつはやっぱちょっと立ち戻ってあの別のなんか 別のやり方とか別の何かを変えないとっていうサインってありますもんねだからやっぱりあの最初の頃すごいなんかあのもっともっとこう音が響きがまだこうなかった時というかその直したばっかりでっていう時にやっぱり響きが欲しいと思うとなんか もっと力を加えがちだからなんかうまくいかないと頑張るみたいなやつですよねあのだから具体的にこうもっと体重をかけるとか強く強くやりがちなんだけどやっぱあれ逆だったなって本当に思いますねなんか今とかなんかだんだんこうちょっとこう仲良くなってきてこう慣れてくるとあの。 それこそさっきあの長老ピアノの教えじゃないけどの時にあの本当になんか針とかのツボとかのやる感じあの響くツボみたいのが完全にそれだなと思ってそこにあのそこに触れたらバってこう花開くというかこう響くんですよね。 でそこずれるとあの本当にならないそこのそれがその古いピアノとかあの例えば多分きっとわかんないけどクラシックカーとかそういうのもそうなのか古いなんか蓄音機とかああいうのもきっとそうかわかんないけどあの激しい落差があの現代のピアノはそこが。 そのちゃんと壺に入らなくてらそれなりにはちゃんとなるんとるですよねただやっぱり達人が弾けば同じピアノでもその安っぽい音のピアノだと思ってたのがびっくりするほどなんか心を打つ音になるってことはよくあってやっぱりそれはあのとりあえずは鳴るけどツボに入れば全然違う歌を歌うみたいな。 ま当たり前なこと言ってるような気もしますけど、まあそういうことをなんかすごい。長老ピアノに教えてもらってああと思って。それでピアニーノでやるとやっぱり。なんか楽にうあれするかなと思いましたね。今、そんなあのちょっとね。内容はどうかって言うとどうあれなんですけど、音の出し方だけを。考えたらそんな気がしましたね。 でやっぱりだからつまり引く前に全部決まっちゃうっていうなんか昨日の話がまた本当にしどろもどろでどうしようかなあげない方がいいかなっていうぐらいだったんだけど、まあ、一応やったんでそういうやつもまあ記録ってことでそのままにしてるんですけどなんかやっぱり誤解を呼ぶなみたいな感じもしてて。 あのね言葉にすると変な感じになっちゃって私もちゃんと言えるようになってないんですけど、えー、とちょっと昨日のもう一回聞いて思ったのがあの最近ね私がそのやる前に弾く前に,のそのに,どに自分がどこにいるかでどこにいるかなんですよね私がどこにいるかでそれも場所はここなんだけどここの。 どこに意識がが向いいててるるかっっううのとともちょっと違う気がすすんですよねどこに私がいるかでそのもう結果が決まっちゃうから、えー、と,とりあえず始めるみたいのはめっちゃもったいなくてあの結果のゴールっていうかピアノだったらこういう音っていうかそこも完璧に。 完璧なっていうか自分の理想のっていうかその音にを弾いてる私とそこで弾いてる私っていうパラレルがあるとしてでだってなんかそれがこう自分で思い,浮かべ浮かぶこ思い浮かべることができるわけだからあるんですよ。例えばなんか私が フィギュアスケートで4回転飛んでるっていうのはどう考えても想像できないからやっぱりそれはなんかないっていうかそのねそういう感じでその人の中での想像できるこうゴールってあるじゃないですか。でそこの私と今それをやろうとしてるなんかあの適当に適当な感じでそこをまあ,あの一歩なんか。 無造作に一歩踏み出しちゃおうとしてる。私は？違うんですよね。あのパラレルがっていうかで。だからそんな無造作に一歩なんかやんないで待てとでそのそっちのあの？やれてる？私っていうのがまあいるから、先にそっちに行ってそのやれてる。私がまあこっちに来てでもいいけど、一緒になって。 そっちの私っていうのにまずなってっていうのはそのそれをやれその状況に入ったらそこに私がいたらその私だからその体の使い方とかもう数え切れないいろんなことが自動的にそのなんかやるんですよこのえと意識じゃない無意識っていうか。 健在意識じゃない方でそういうふうになってから、えー、と弾くっていうと、あのー、もうそれはあのゴールの私なんですよだからもうそこに慣れたらもう弾かなくてもその音が出せることはもう、あのー、間違いないしそれは信じるとかじゃなくて「あ出せるな」って。 あのいうだそっちの私だからあ出せるなって思ったらもう別にあのだから、えー、と弓だったらその、ま、的に当たった私がこっちに来てというかあっちに行ってというか一緒になってそれ,それがその私としてそこにいてあもう打てるなってもちろん。 きっと思うと思思ううんですよねそのだってもう打,打てた私がここにいるから。そうすると別にもう的を見当たったかなとか確かめに行くっていうところに興味はなくなってあのっていうことでいう感じな何回も言っててなんか回りくどく今言っちゃったんですけどでそういう話をしてってで私がちょっとここに 自分のの中でもあれと思ったのが私前に、えー、と何を選ぶかというよりはあの選んだ方を正解にするっていう話をそれいい合ってるかとか分かんないんだけど私はそう思ってますっていう話をし,し,し,したことがあってでそれもすごい気軽に言ったんだけど結構そのことを響いてくださるっていうかなんか。 あのお返事くださる方が何人かいてああと思ってそれとこれとが矛盾したらまずいなって思ったんですよねその何、えー、かをやる前に全て決まってしまうんだったらやっぱりなんか選択の選択ミスみたいなことがあの選んだ方を正解にするっていうのとちょっと違ってきちゃった 困るなと思って私の中では矛盾してなかったんですけどっていうかまあリアルタイムでこの何だったっけその引く前にっていうのも何となくは知ってたけどまた最近ちょっと最近流行ってる話引く前に決まっちゃうっていうのだったんだけどえっ、ー、とあのあれですよね選んだ方を選ん,選んだ を正解にするってちょっとこう時間の経過がある話であのつまり全部正解っていう話だったんですよっていうかあの、えー、と何,何を選ぶかは問題じゃないっていうかあ,のあるいは同じことを選んであのピアノとしてですよねその。例えばピアノを弾くって あそれが分かりやすいかも私はピアノをじゃあ弾くことを選びましたって言ってでそれが合ってるか間違ってるかっていうピアノをやるのがもう失敗だった人生失敗だったっていうのと、まあ、ピアノをやるのが私の人生だったって思うのと,、えー、と選択そういう選択って物理次元の選択っていうか。 ピアノを取取るかからないかだけどじゃなくてあのどっちにしても、えっと、じゃピアノをやる方を選んだとしてもその何て言うのかなそのいろんなやり方があってでなんかそれこそあの例えば今言ってたみたいにツボ、えっと、を探してみたいそ,その中であのうんと。 面白いい道を見つけるっていうかその例えばあのゴ,ゴールに先に行ってこうやるとこういうふうに変わっていくとかっていろいろピアノから教えてもらったりしながらあのやっていけばそれはそれで例えば今私がそこにいるとしたらまあそういう人生もあったなっていうか。 いいろいろ面白いしなんかそ,れそこの道であのいろんなことに気が付くとかじゃないと出会えないこととかあの分からなかった境地とかにもあのこれからも出会うだろうしっていうのが、えー、と選んだ方を正解にするっていうやつで、えー、とピアノを同じ選んでもえっ、ー、と あの例えば、えー、と私私、えー、なんてあのあだからあのそう例えば私は手が向いていないとか,、えー、とな,んかなんか不運だとかそれからそのこのピアノは今日のピアノはあの私のピアノはすごい損なピアノに当たったとかって言い出したらキリがないしそれもそれで事実かもしれないし。 例えば古いピアノそのね長老ピアノが嫌だっていう人もいるわけですよやっぱりねだってその、あのー、現代のピアノのあのー、慣れたピアノで安全な感じではいきますよねとかあのー、古い 音が嫌だっていいう人もいるしあとそのミュージックホールがあの古い建物だから嫌だっていう人もいるしあとその外,が外とつながってるからあのいろんな音が入ってくるのが騒音だっていう人もいるっていう話もちろんそうだと思うんですよねそういう話も聞くんだけどだから同じなじか同じものを選んでも、えー、とそれを失敗にもしていくことが できるからあのー、で,でそれすごいもうすごいな周りくどく話したんです <laughs> まあそんな感じで選んだ方を正解にしていくっていうのはそういう意味で言っててだから例えば私がじゃピアノを選ばなかったって言ったらそれはそれで、あのー、そこを正解にすればいいだけで何やったって、あのー、その中でどう,どうやるかどこに立つ。あだからそのさっき言った それだけだなと思ったんですよね。その。最初に、その。同じ低くでも。どこに、どこに。いだから、うんと、なんだろう、その。壺じゃないけど、壺みたいなのを見、み、み、壺ってなんか変な話になっちゃったけど。ええー、と、そっちを見ていく、その。ええー、と。 どこを見るかかというかどこに立つかというかでそこにいたら何やっても多分い,いけるんだろうなって全然いけてないけどっていう感じがそれはなんか全てが起こる前のところじゃないですかそのだって弾く前に決まっちゃうだから弾く前に決まっちゃうとこにいたら別に弾かなくても何やっても多分あの。 そこはあのー、まだなんか決まってないからあだから決まってないから、あのー、もう可,能可能性がある決まってないけど決まってるっていうか決まってないからだから、えーとあのー、言いたかったのはですね、あのー 選んだ方を正解にしてじゃあ失敗しちゃったとかっていうのってありえなくてあの毎瞬んか拝借復活ポイントあるじゃないですか毎瞬毎瞬そっちにヒュって自分があのヒュっていうかあの自分の、うん、中心っていうかあの肉体がないところっていうかにヒュって戻れば。 そこその瞬間に多分全部うんとゴールにもゴールが自分のど真ん中なんですかねなんかゴールに戻ればゴールに戻るゴールとスタート一緒ですもんねとかなんかちょっとまたまた話が混乱するので変なことは口走らないようにしたいんですけどまあねなので そこら辺をちょっと補足にならなかったかもしれないけどそんな感じでやってますって感じですかねなのであのまあ私はピアノでやってねピアノで言うのが一番分かりやすいとするとえっ、ー、とそのねあの違うよくあるのがだから、えー、とうまくいった うまくいったっていうことはその弓と禅じゃないけど全てとこう一体にっていうかあの主体と客体みたいに私が的を狙うじゃなくてそのゴール的の方に私がいてであのすごい自然にやれ,やれてる時って っていうのがいい。いい時だとしたら、そうじゃない時のが多いわけですよね。で。なんかずれたとこに入っちゃったっていう。引き始めちゃったっていうことだって。いっぱいあるわけでなんだけど、えっ、ー、ともう毎瞬間引きながらあのー、戻せるじゃないですか。だからえっ、ー、とそれを正解に。 ででできるるチャンスは死ぬまであるっていう感じですかねだから結局なんか「なんだ大丈夫じゃん」みたいな感じに結構気楽になってきたんですけどなんか「ダメですかね」<laughs> な,まあ、なんてまあんていうのかなだからえっ、ー、とそうなんですよそうなんですよっていうかなんとなくあのこっちの。 私がどこにいるかでどこにいるかで全部変わっちゃうと思います一瞬で。なのでっていうのをなんかちょっとずつだからそういうことをまあピアノから教えてもらってきたのであのまあねなんかそのためにやってるみたいなだから何を通してでも。 同じことを教えだからまあなんか生きる、まあ、生きる、まあ、に生まれたら生きることがまあ使命だとしたらその生きるためにこう女王アドバイザーみたいなあそれかなんていうの杖みたいなそういう私に与えられた私ゲームの武器みたいなのが あ,のあって人それぞれで私はもう,もうそれがピアノだったと。でそれピアノでなんか人に勝つとかそういうんじゃなくってこう常にそれがあるとあのそれによってなんか考え方とかなんかいろいろ修正してもらえるとか,なん,かなんかそういう感じなんだろうなと思っていますね。なんかだかかららくないから あのー、やりませんとかあんまり関係ないのかもしれないなとか思いますねなんかでそんな感じでやってます <laughs> というところですかねまたちょっと結論がないうんなのでそうですねなんかきっと皆さんなんかそれぞれきっとそういうのがあるんだと思,う思います。そして あのわ、ー、かりますありがとうございますなんかねそれとねあすごい印象的な話であのあ話っていうかいやパリにいた頃にあのみんなね日本語の本にまだ今よりももっとアマゾンとか今わかんないけどないしえでもありますありがとうございますあの日本語の本がねありがとうございますあの。 結構その留学してる人がとかなんか赴任した人がこう置いていくあの引っ越しの時に国に戻る時に置いていくって言って誰のか分かんない本がぐるぐる回るっていうのが結構ものすごいいろんな人が読んでるっぽい本があの残ってる人のところに回ってくるっていうのが結構あってでその時に。 渡辺正一さんっていう人のすごい古い本だけど結構なん,なんていうのかなえー、っと一個有名な本があってちょっとそれ忘れちゃったんですけどあのまあなんか生き方の本考え方の本みたいな本,本なんだけど結構好きだったんですよね。でそののの人書い別本でなんかその人の書い 別にそれがどうっていうんじゃないんだけどその一つの話がすごい響いてっていうのが、えーとね、なんか井戸の井戸を掘る話でねなんかあのー、えっ、ー、といくつもでもその話とこれとつながるか分かんないんだけどいくつも、あのー、井戸を井戸っていうのはその人がこう深めることねその人の、まあ、選んだことっていうかライフワークっていうかその。 って私はまあもうそのピアノやめ,やめたい真っ盛りっていうかやめようとかあのピアノやってきたこれまでの人生もう後悔しまくりっていうかちょっと返してみたいな感じもあった時でもあったでもやってるみたいな時だったこともあってっていう時に何かあのとにかくその井戸を掘るっていうふうに考えればいいって書いてあってそれで。 それでしかも何個か掘っておくといいって言ってそれであの例えばそのだから1個に絞んなくてもいいし今メインでこれをやってるけど誰にも言ってないけどいつかやりたいことっていうのはもう掘り始めればいいと。であの自分で何本か掘っておくとたまに井戸が枯れてくるだからそのやりたくなくなったとか。 あるいはもう行き詰まったとかアイデアが出ないとかなんか枯れてくるからそしたらそれは置いとけと。でまた別の井戸を掘ればいいと。でその時掘りたい井戸を掘ればいいし水が出てるところから水を飲めばいいしそいででだん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 深くなっていくしでちょっと見たらあの枯れてた井戸からまた水が出てきてたりするからそしたら今度またそっちやったりしながらどんどん掘っていけばいいとでそうすると。 あの今度あるとこまで行くとあのそこになんていうの水脈みたいにあの全部がつながってるところがあってそこまで到達すると今度横の井戸とバイパスみたいになるって言ってそれがめっちゃ分かりやすくてつまりなんかあるところで一回深くまでやったら、えー、とそれは深くなればなるほど。 他の分野と共通してくるからそうすると今度他で掘ってた井戸がそんなに深くいってなくてもこっちでなんか得た知識っていうかあの得たものがダイレクトに他の井戸にこう注がれるっていうかいうふうになってあのそうなればなんか本当に楽しいっていうか。 だからその何でそれで,ああだそれですごい結構じゃあいいんだっていうかあの例えばある井戸がそのこの世的に花咲かなくても認められなくてもその掘ったっていうことはあのもう紛れもなく残るから「ねあ,ああります?」ってねミルクさんありがとうございます。だから っていうとあのそれ,それもあるかもなんか選んだ選んだ方を正解にするっていうのは深い意味では正解にあの別のことを例えば別のことでその人は花が咲いてるかもしれないけど実は咲いてない方のがものすごい注がれてるってこともあるしでもっともっともっと面白かったっていうか一番好きだったのがえっ、ー、と井戸を他の井戸を掘ってる別の人と 深いとこままで行けば出会えますよっって言ったんですよ。らそれってなんかすごくすごくないですなんかでその今あの私こ,ここでなんかよく分かんないけど私の中で今こういうことが流行ってますね合ってるかどうか分かんないけどっていう話をした時に分かるとか言ってくださる方がいるとすごいそれそんな昔の井戸の話を思い出してなんか別の井戸を 別の場所で掘ってる他の方となんか井戸の底の方で出会えたみたいな感じがするのであのそれってなんか結構生きてる醍醐味みたいなとこかもしれないなと思ったりしますのでなのでなんかその話であの一個すくすくあの。 早い時期にそれ聞いてよかったなっていう思うのは私気が多いからいろんなことやりたくなっちゃうんですよねでだけどあいいんだやっていいんだってあの許しましたそれでまあなんかねあのどこでどうなるか分かんないしいっぱい井戸掘ってんだなと思ってあ,のあっちこっち手を出しなさんなって手を出すっていうかあのまあそれも本当なんだけど。 その時掘りたい井戸がやっぱり一番掘れるので <laughs> みたいなね感じもあります。醍醐味そうですよねということでまあなんか話がこんな違うところまできま来ちゃったけどそんな感じであのつまりあのもう皆様からの,あのこのなんか循環がによってなんかやらせていただいてるっていう感じです,すねなんか本当 自己満のこんなところにお,お,お付き合いいただきましてってことになっちゃいますけど、ね、毎回ねありがとうございますあのねだからもうちょっともうちょっとしたらあのー、リアルコラボとかしたいしたいですよねなんかねとかミルクさんとかも会ったことないんですよねなのでねあのー、カッパの絵とか描いてるリアル描いてるとことか見たいなとかいろいろ思ったりしてますけど。 まあね、今ちょっとこういう時期っていうのもまたそれはそれでそれぞれ井戸を掘るということでなんかちょっと全然話がまあいいかって感じですかね。<laughs> ということでした、えー、今日は、えー、と8月21日土曜日ですね今日が素敵な一日でありますように私は今日ちょっとお芝居を「カムカムミニキーナ八マさんの」。 行きますのでザ・高円寺にまたそれもうめちゃくちゃあのあもうま,た言うまた言わなきゃいいのにもう終わ,終わらないっていうあの面白いんですよねですごいすごい深いんですよ実は。その、えっと、村,村,松松村松さんとかいうかまた名前がある方が脚本書いててし島。 矢島さんが今日出てるんですけどえっていうあの本当にふざけてるんだけどもう,もうふざけ倒してるんだけど実力のある人たちが。なんだけどその元のなんかストーリーとか脚本とかがえっていうほどなんか深いっていうあのそれがあるからやれるんでしょうね。で誰もそこに着目してないんだけどたまにえっとか思って。 あの戯曲買って帰ったりする時ありますなんかな「なんて最先端」みたいなちょっとよくわかこれ漁師の話とか言ってんじゃないのみたいななんかとかいう時もあったりしますけど今日はねどうか分かりませんけどという感じですね今日の私のまあ1個1個とかもいっぱいあるんですけどっていう感じですかね。では、えー、今日東京は暑そうですけどまあ皆様熱中症に気をつけて。 長くなってすみませんでした。では、また明日の朝に。ありがとうございました。失礼します。